ゲームがスタートしました。さあ中里のボール、ここは王子キーパーキャッチです。そのまま素早く展開していきます。カウンターの形になります。鹿児島チャンスを迎えます。星です。星ドリブルからシュートまで持っていきました。ここは YCC 横浜のカウンターのチャンスになります。タバディエゴです。タバディエゴ運んで茅沼のシュートでした。藤原から花房から右のスペースにボールが出ます。そこに茅沼が走り込んでいます。そして右足でのクロス、ファーサイドフリーです。シュートが打てるかというところ、打っていきましたがゴールキーパー大内セーブです。セカンドボール押し込めるかというところでしたが、鹿児島よく守りました。花戸陣です。花戸少し運んで外の山本クロスでヘディングシュート、決定的なシーンでした。竹です。いい形で崩していいクロスが入りました。そして最後は竹誠也パスを送って大島、左足のクロス入っていってヘディングシュートでしたが、ここは大島のいいクロス、そして流れた花と、もう一度山本クロスを送って有田、セカンドボール福田美久とのシュート。さあ中央で中原がボールを受けて、ここに薩川がいます。そして外に渡辺グランダーのボールでしたが、これは触ることはできませんでした。最後はファーサイド福田美久です。これもいいボールでした。さあうまくボールをキープして左サイドにスペースがあります。いいボールが出ました。サツカ中を見てクロス、花とのヘディングシュート決まりました。鹿児島ユナイテッド FC 先制です。左サイドサツカ中を見てクロス、花と陣フリーでヘディングシュートを決めていきました。茅沼優生運んでいいパスを出します。そして折り返してというところですが、ここはコーナーキックになっています。前線に人を集めてロングボールを送ります。左サイド大島競り勝って、うまく頭で落として福田翔左足のシュート、セカンドボール決めた。 YCC 横浜追いつきました。見つめていたのは24番の田原蓮斗、そして今笛が鳴りました。スコアの方は1対1、引き分けで終わっています。